自分の都合の良いことだけではいけません。すべてがおかげさまなんです。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日の動画はお説教です。縁というものは生かすことによって初めて縁が実るものです。そんなご縁の生かし方について、また観音様とは何か、無常あるいは無我とは何か、そこから見えてくるおかげさまの心、そんなことをお話しできればいいなというふうに思っております。ぜひ最後までご覧いただければ、あなたの人生がより豊かなものとして輝きを増すことでしょう。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それでは早速本日の法話お説教始めさせていただきたいと思います。どうぞ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。私たちが口にする観音様、あるいは観音菩薩というのは、般若心経というお経などでは観自在菩薩、法華経では観世音菩薩として出てこられますけれども、これは同じ仏様なんです。玄奘三蔵という人は観自在と訳して、クマラジュという方は観世音と訳されました。まあ、どちらが正しいというわけではないんですが、訳した人がそれぞれ違うから、観音様にはいろいろな異名や別名があるわけなんですね。ただし同じ仏様というふうにご理解いただければよろしいでしょう。どうして仏教ではたくさんの仏様がおられるのか。キリスト教には創始者がございます。人間を作り、全てを作り支配していくというオールマイティの神様はお一人でなければいけませんよね。でも仏教にはそういうオールマイティの仏様はおられません。人間を作った仏様も、運命を支配する仏様もどこにもおられません。でも歴史的に、まあ、つまり実際にこの世にお生まれになった仏様はお釈迦様お一人です。阿弥陀様とか観音様、如来とか仏様っていうのは皆さん同じです。お釈迦様が数々の真理をお悟りになりました。このお悟りの内容が如来とか仏様の名前でございます。つまり如来や仏様のお名前はお釈迦様がお悟りになった真理の内容ということになります。では観音菩薩、地蔵菩薩のこの菩薩とは一体何かと申しましたら、教えを求める人々、修行する人々、菩薩の名前はお釈迦様がなさいました数々の修行の内容のですね、その名称なんですよね。ちなみに菩薩の言語はサンスクリットでボディーサットバーと申します。仏様、如来のお名前は釈尊のお悟りの中身の名前で、菩薩は釈尊の修行の内容の名称という感じなんですね。仏も如来もですね、菩薩も偶像ではありません。姿形に表さないとわからないから、やむなく姿形で表しますけれども、偶像ではありません。その姿形にはお釈迦様のお悟りとか修行の内容を表現されているということなんですね。では観音様の観音とは一体何か。お釈迦様がなさいました深い深いこの観察のことを観で、音は私たちが毎日見ているいろいろなこととか物、それからさまざまな現象、これを音という言葉で代表させているんですね。嬉しいこと、悲しいこと、そうした事柄が一体どうして存在するのか、物事事象が存在するその原理、これを空と申します。空というのは全ての出来事やいろんな存在の根源的なことを空と言います。生活の知恵とか経営の知恵とかですね、あるいは生きるとは何かということも根源的に知っていくのが、この仏の知恵ということになります。まあ、言い換えれば物事の道理が分かる思考ということになります。物事の道理が分かれば執着心が取れていきます。物事への執着心が取れていきますと、自然にですね、心の中が湧き上がってくるのが穏やかな菩薩の心なんです。その菩薩の心持ちで人と接する、物事に向かう、その姿勢から、あの人は仏様のようだなんてね、周りから言われるようになるわけなんですよね。とはいえ簡単なものじゃありませんよね。執着心を持つのが私たち人間でもあるわけですから、
だから日々の修行が必要になってくるというわけなんですね。悟ったらそれで終わりではないんです。お悟りを開かれたあのお釈迦様でさえ悟った後もお亡くなりになる、そのご入滅になられるまでですね、戒めの心を持って修行をずっとこう続けられたわけですからね。菩薩様のお姿を目指して穏やかな心持ちで日々の精進を続けていきたいというふうに思っております。お次は無常について解説してまいります。すべてのこと、すべての事物が移り変わることが無常という真理ですね。すべてのものはですね、すべてのものは時々刻々とこう移り変わって変わらないものなんて何一つないですよね。もの、あるものは必ず変わってきます。例えば赤ちゃんが生まれると元気に大きく成長することを心から願いますよね。生えば立て、立てば歩めの親心っていうじゃないですか。でこの言葉もですね、よくよく考えると実は無常を願っている言葉なんですね。まあ、もしですよ、生まれた赤ちゃんが変わらないからめでたいとか言ってね、10年経ってもまだハイハイしてね張っていたら、めでたいということはとても言えませんでしょ。生えば立てですよ。立てば歩め、そうやって祈るような気持ちで子育てに心を寄せますよね。これが実は無常を願っているということをですね、一つ認識していただければと思います。もしその無常ということがご理解いただければですね、次のことが分かってまいります。人間はまあ本当に勝手だなと思うんですが、子供にはですね、早く大きくなれよっつってね願いつつ、でも実際大人になったら、自分がですよ、自分自身が大人になったら、結婚当時の若さを保っていたいとかね、アンチエイジングと称して、もう年齢肉体の衰えに抗う人も多く見受けられますよね。健康を保つという意味ではですね、これも大切なことでありましょうけれども、捉え方を一つ間違うと、これは人間のエゴです。わがままということになります。そんなエゴが入ってくると、そこから間違いが始まってしまうんですね。子供が大きくなればその分だけ親は年を取るのは当たり前ですよね。全てのものは移り変わっていくんです。変わるのが真理だと、こういうふうに見つめていただければ、常に今を大事にしなければなりません。二度とない今だからと思えばですね、今という時に対してより前向きな受け止め方ができるはずなんです。この無常の中に私たちの成長があるんです。無常についてお釈迦様は何とおっしゃってらっしゃるか、こうおっしゃってらっしゃいます。案ずることはない、私はいつも教えているだろう。人は生まれたから死ぬのである。まあ、非常に簡単な言葉なんですけれども、これが原因と結果の法則です。お釈迦様の臨終の言葉として聞くと、この平凡な真理が特に重く感じられます。激しい天候に耐えることによって、自分らしく美しい世界に一つだけの花が咲くんですよ。いつどうなるかわからないこの命を、今ここに生きています。この容易ならぬ稀有の事実をありがとうと言います。あることかたしです。感謝よりも深い言葉だと思います。いずれ死すべきものが今ここに生きているということを厳粛と言います。この人生の厳粛味というものが分かることが、実は無常が分かることと言えるんですよね。心の中からありがとうというね、この厳粛な事実に感謝することができたならば、そういう知恵を授かることができます。そういった知恵を仏様の知恵と申します。ではお次は無我についてお話しいたします。物事というのは全てそのものだけで、単独に存在するものはございません。他と無関係に存在ができない、それが無我という真理なんですね。全ては相互にこう関わり合って存在しているんだっていうね、この関わり合いの法則を仏教語では縁起と言います。釈尊の悟りを待つまでもなくて、宇宙の存在はみんなお互いに関わり合って助け合っております。それは人と人との関係にとどまりません。私たちは大自然の一部なんです。
私たち自身が大自然の一部なんですよね。その大きな大きな大自然という視点で見ればですね、私たち人間はこう酸素を吸って炭酸ガスを吐き出します。植物はその炭酸ガスを吸って酸素を吐き出してくれます。このようにして植物と人間とが相互の関係で生かし合っているように、動物同士、植物同士、そして人間同士と何もかもがお互いに持ちつ持たれつし合いながら成り立っているのがこの宇宙なんですね。この地球、この世の中ということになってまいります。このことを何というか、私たちが普段言っているおかげさまという言葉になります。そしてこのおかげさまが分かれば無我、縁起が分かったも当然なんですよね。それは自分の都合の良いことだけではいけません。全てがおかげさまなんです。つまり私たちにとって、できれば避けたい、避けて通りたいと思っている病気ですとか、あとは極端な話ですね、例えば災難に遭ったりすること、それすらもまたおかげさまという心でですね、受け止められると、その心こそが実は仏様ということになるんでしょうけれども、なかなかそんな心持ちなんていうのを備えることは至難の業です。ただ健康な人が病気になって初めて本当の意味での健康のありがたみがわかるでしょ。若い人たちにあんた若くていいねってね言ったところで、そもそも若いから若さの良さなんてものは分かりようがないと同じことですよね。やっぱり病気をして初めて健康のありがたみが分かります。年を取って初めて若さのありがたみ、良さが分かります。いずれにいたしましても、全ておかげさまというね、この平等の心で受け止めないと仏の知恵を知ることが、感じることができなくなってしまいます。逆境に遭うことによって殉教の時には分からなかったものが私たちは分かってきます。病気のおかげでとか、あの時の苦心のおかげでというふうにね、本当の意味でのおかげさまが分かってくるんです。縁というものは生かすことによって初めて縁が実るんです。病気をするのも一つの出会いです。災難に遭うのも一つの出会いなんです。それをただ悲しんだり憂いているだけでは何にも変わりませんし、しっかりと現実を見て、ご縁を善か悪かいずれかであれ生かしてこそ、まさにご縁になってくるんです。ご縁として実ってくるんです。いろんな出会いの中に人生の尊さというものがあると思っております。ご縁の波に揺られて出会うご縁を大切にしてください。私もこれまで幾度となく不思議なご縁に恵まれて、今日のカンちゃん住職がいます。今日も良いご縁に巡り合って生きていきたいなというふうに思います。さあ今日はですね、ご縁の生かし方について、観音様の姿、無常や無我の心から、おかげさまの人生について語らせていただきました。最後までご視聴くださいました皆様、本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また皆様からのね、ニーズがございましたら、このような法話も語っていきたいなというふうに思っております。それではまたお目にかかりたいと思います。カンちゃん住職でした。